打ち上げ準備中のバンガードロケットと t b ん。発射台上で崩壊するバンガードロケットと t b さん。バンガード t b んとは1957年12月6日に打ち上げが試みられたアメリカの人工衛星である。同年10月に世界初の人工衛星となったソ連のスプートニク1号に対抗したものでアメリカ初の衛星打ち上げの試みだったが発射直後に ロケットのエンジンが異常を起こし失敗した。ヴァンガード TB3 はヴァンガード計画の一環として開発され、打ち上げロケットにもヴァンガードの名前が与えられている。当時はアメリカ航空宇宙局の設立前で陸軍と海軍が別個の衛星打ち上げ計画を進めていたが、このうち海軍によって主導されたのがヴァンガード計画だった。TB3 以前には tb0tb1tb2 の3機が弾道飛行を果たしており、スプートニックの打ち上げが行われた際には tb2 の発射準備が進められている最中だった。バンガード tb3 は後に打ち上げに成功したバンガード1号とほぼ同系機で直径 15.2cm、質量 1.36kg の休憩をしている。スプートニック1号と比べ直径、質量は それぞれ4分の1と60分の1に過ぎなかったが、太陽電池による発電を可能としていた点では、先進的だった。内部には 108MHz と 108.03MHz の無線送信機を装備し、6本のアンテナが突き出ている。また、衛星内の温度を測定するために2個のサーミスタを搭載した。 回収された、ヴァンガード TB30 機1957年12月6日、ヴァンガード TB3 は、ヴァンガードロケットに乗せられ、ケープカナベラル空軍基地から、打ち上げられた。しかし、リフトオフから2秒後に、エンジンの水力が低下し、ロケットは燃料を満載したまま発射台上に、崩れ落ちて爆発した。台座は、大きな損傷を受け、大規模な修繕を余儀なくされたが、 人工衛星は完全に破壊されるには至らず、付近に転がり電波を送信し続けていた。エンジンが停止した正確な原因は不明だが燃料配管の不良によるものだと推定されている。これを受け、アメリカの各メディアはカプートニク、ステープットニクなど先に打ち上げられたスプートニクをもじった造語と共にセンセーショナルに失敗を伝え、スプートニクショックを煽った。 1958年1月には陸軍のチームがアメリカ発の人工衛星エクスプローラー1号を成功裏に打ち上げ、海軍のヴァンガード計画は先を越される形となった。2月に入ってヴァンガード TV3 バックアップ機の打ち上げが行われたが発射57秒後に制御システムの異常でロケットが空中分解し再度の失敗に終わった。 ヴァンガード計画の最初の成功は3月の TB4 を待たねばならなかった。なお TB3 の実機は事故現場から回収され、アメリカの国立航空宇宙博物館で展示されている。ありがとうございます。